多分来季増えるカード、フィールド除去クリーチャーといえばこいつ、闇ガイアジャックアルカディアス。闇文明と非文明の4コスト、スピリットクォーツ、ロストクルセイダー、パワー合戦、シールドトリガースレイヤー。出た時相手のコスト4以下のカードを1枚選び持ち主の墓地に置く。現在は特にアドバンスでヒーリーのダークネスコントロールに採用されています。フィールド除去、デュエルマスターズは相手のクリーチャーに干渉するのは容易ですが、相手のフィールドなどその他置物に干渉できるカードは実は結構種類が少ないです。中でも特に優秀なのがこのジャックアルカディアスで、ダークネスで使い回すこともできるわずか4コスト。特に水魔道具のグランドゼロの爆破や、今後の話で言うと新ギミック魂堂に対しても明確な回答として活躍する可能性が高いです。実際魂堂のスタートデッキにはジャックアルカディアスが4枚採用されています。かえってことですね、トリガーとしての役割、殴り返しで確実に1体落とせるので、例えばブレイズ監獄に対してワンパンで踏ませるだけで北に対して1、2ターン稼ぐことができてしまいます。このスレイヤーが本当にやらしくて、使われれば分かる不愉快さです。フィールド系が流行ると必ず増えるカードなので、この機会にぜひ覚えておいてください。ジャッカルだったりジャッカスだったり呼ばれていますが、どちらが主流なのでしょうか。またこのカードに対する感想などもぜひコメントでお聞かせください。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。